どうも医師免許を持ってる芸人しゅんしゅんクリニック P です。そして看護師のなっちゃんです。よろしくお願いします。ちょっと今日は白衣を着て医者をやってるんだぞっていうところをアピールしています。確かに医者らしいですね。医者らしいです、うん、医者なんですけどね、実際にまあ今日も診察終わりなんですけれども、はい、今日のテーマはマイコプラズマについて説明します。マイコプラズマなんだかんだ多いですよね。多いみたいですね、うん、ニュースとかでもやってる通り、まあ、最近というか今年まあ増えてるっていうふうに言われていまして、8月とか9月からこうなんか感染者数、患者さんの数が増えていて、まあ、従来秋から冬にかかることが多いので、このままだともっと増えるんじゃないかなと言われております。で、まあ、マイコプラズマ肺炎っていうのはそもそも何なのかっていうのを知らない方たくさんいらっしゃると思いますので説明したいと思いましょう。はい、マイコプラズマっていうのは、まあ、細菌のまあ一種になりますね。まあ、ただちょっと普通の細菌と違うのは、細菌って細胞膜があって細胞壁っていう、これ理科とかで覚えてますかね。その細胞があって膜があって細胞壁ってまあ壁があるんですけども、まあ、細菌っていうのは細胞壁っていうのがあるんですけど、マイコプラズマは、まあ、細菌なんだけど細胞壁がないっていう、まあ、ちょっとそういう特殊な、まあ、菌の一種みたいな感じですね。なのでその抗生剤、抗菌薬使うお薬も結構よくみんなが知ってるペニシリンとお薬だったりとかは、その細胞の壁を壊すことによって、まあ、菌をやっつけるみたいな、そういうお薬なので、マイコプラズマの原因の菌にはそういうのは効かないから、ちょっとまた別のお薬使うよみたいな、感染症というか原因となる菌があるっていう感じです。まあまあそこら辺はね、皆さん別にどうでもいいと思うんですけれどもまあその菌に感染すると、まあ、その肺炎とか気管支炎っていうものとか、そういうのにかかっちゃって、最初は熱が数日ぐらい続いて、まあ、その後結構咳が残りやすいっていうものですね。僕らがもう医師国家試験の時に覚えるのは、本当にマイコプラズマはとりあえず小学生とかに多くて、頑固な咳がずっと続く、ちょっと乾いた感じの咳で、レントゲンですりガラス陰影が出るっていう、もう本当その3つです。学童、乾いた咳、すりガラス陰影、これだったらもう絶対マイコプラズマ肺炎っていう、もうそういうもう一問一答みたいな感じで、そういうような菌ですね。だからまあ結構咳が長引くよみたいな、1ヶ月ぐらい続いちゃうよみたいな、そういう感じの人はマイコプラズマの疑いありみたいな、そういうことです。でも結局見分けつかないんですよね。いや確かに分かんないですもんね、うん、今コロナもあってインフルもあっていろいろもろもろあって、うん、だからまあ検査をねしないと分かんないんですけど、これ抗原検査迅速キットなんですけれども、まあこういう感じで実際にね、こういう咽頭を拭いするような綿棒だったりとかが入ってて、これでやるんですけど、まあそれって咽頭なんで上気道からやるんですよね。マイコプラズマって結構気管支とか肺の方のこう下気道って言って下の方なので、まあ、なかなか陽性にちょっとなりづらいというか、僕もちょっとこの小学生で1ヶ月ぐらい咳続いてて、マイコプラズマっぽいなって思ってやっても、今までまあ一人もこうヒットしてないので、ただまあ結局難しいのが、まあ陰性だからといってマイコプラズマじゃないとも言い切れないっていう、そうですよね。結局その周囲の流行状況だったりとか、まあ咳がずっと続いてるよとか、まあ、レントゲン、こうそのすりガラス要因へっていうのを見たりとか、そういうので総合的に判断するっていうような感じになります。あとは血液検査でもやるんですけど、血液検査って結局その時に取ったマイコプラズマの抗体と、ちょっと病気が治った後に取った抗体の量を比較しなきゃいけないので、ちょっと現実的に即してないなっていうのがあるので、難しいんですよね。結構分かるのは難しいんですね。そうそう、結局ねそういうことになっちゃうんですよだからまあその見た医者のこう総合的な判断とかで診断するっていうこともまあまああるんじゃないかなとは思います。なのでまあ一応その長引くような咳があったらマイコプラズマの可能性もありますよっていうことと、マイコプラズマってこういうようなものですよっていうのを今日は簡単にお伝えしました。まあ、もちろん長引く咳の原因ってね、喘息だったりとかもいろいろありますので、まあ、ただマイコプラズマって基本的にはお薬、抗生剤使わなくても一応治るお薬、一応抗生剤ちょっとなんだ薬の消したるところかみたいに、一応マイコプラズマって抗菌薬使わなくても、まあ、自然に治癒する病気ではありますので、だからまあそこもちょっと医者の総合的判断っていうちょっとざっくりしたあれになっちゃうんですけど、レントゲンがひどいとか、もう高熱がずっと続いてますとか、そういう場合はマクロライド系抗菌薬ってものだったりとか、乳気の論系っていうのを使ったりとか、いろいろやっていくっていうような感じになります。ただ薬使いすぎても耐性菌出るから難しいんですけど、耐性菌、そうなんです。いろいろ考えてやっているという感じのねお話でございました。はい。告知してもいいですか？ああ、どうぞ。11月1日にナルピー先生と初めてのイベントをやります。下北沢です。濃いですね。濃い、そうですね。確かにね、ちょっと初めてちょっと楽しみなんですけど、まずやるっていうのは意味わかんないけどね。ナルピー先生なんて別にもともと普通の医者だったわけだし、そう普通ではないんだけど、カッコとかは普通の医者だったわけなんで。おかしな感じなんですけど、そのイベントやるっていうのと、11月9日に僕が定期的にやっている単独ライブやりますので、ぜひ来てください。何か告知とか伝えたいこと、言い残したこととか。言い残したことですか？あ、最近 LINE のアイコン買いました。思ったそれ。なっちゃんがなんかその 5個ぐらいあるみたいな。それマジで昨日か今日思った。昨日書いたんです。思った今日の多分 LINE グループかなんかでなっちゃんが投稿しててラジオローランのグループなんで あれで誰だこの人と思ってそれで見たらなんかさまざまななっちゃんがレインボーなっちゃんみたいな 7色のなっちゃんみたいなのがいろんな私を載せてこれどうやってんだろうって思って、そういえばそうだ、じゃあぜひ覚えてください。じゃあ皆様エコプラスマだったりとか病気には気をつけて健康な暮らしを送ってください。ということで、この動画が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの。動画を見ていただいてありがとうございます。ちょっとでもいいなというふうに思ったら、ぜひともチャンネル登録してください。よろしくお願いします。